きヒーローインタビューです。今日のヒーローは3安打猛打賞板山雄太郎選手、決勝タイムリーツーベースヒットオールラウンドクリス選手です。まずは板山選手にお話を伺います。ドラゴンズに来てスタメンは4試合目、バンテリンドーム名古屋では今日が初めてのスタメンでした。スタメンを告げられた時の心境をまず教えてください。急に吐き気がしましたやはり緊張はありましたか？そうですね、まあ練習終わるまでは緊張してたんですけど、もうなるようにしかならないと思って、もう思い切ってやろうと思ってました。今日の3安打を順番に振り返っていただきたいんですが、まず第1打席は一塁へヘッドスライディング内野安打でしたね。あの打席はいかがでしょうか？僕のプレースタイル的に、泥臭く、このヒット1本の守備すべてに全力で取り組むというのが自分のベストだったので、それが、いい場面で出たと思います。そして2本目はライトへのツーベースでした。ドラゴンズは逆転のきっかけになる一打だったと思いますが、まあ、とにかく塁に出ようという中で、追い込まれながら、食らいついた結果が、ツーベースになったので、本当に良かったと思います。続いて3打席目も追加点につながるヒットでした。3本目のヒットはいかがですか？まあ、ツーアウトから、ニカーソンがフォアボールで出てくれたので、とにかく後ろにつないで、もう1点、なんとか取れれば、後ろのピッチャーが強いので、勝ちに近づくと思ったので、いいつなぎができたと思います。板山さんは今日3安打猛打賞でしたが、ドラゴンズに来て初めての3安打猛打賞です。そうですね、あのチャンス、ランナー2塁で打てると思って待ってたんですけど、いいところに飛んでもらって、ランナーも帰ってくれて、よかったと思います。いろんな打順を経験することが多いファリーセさんですが、今日は今シーズン2度目の1番でした。1番バッターというのは、ファリーセさんにとってはどんな打順でしょうか？
く、どんな打順であっても練習からしっかり準備をして、チャンスをもらった時にしっかり練習で力を出せるように試合で力を出せるように準備してきました。そして打順だけではなくて、谷助さんはサード、ファースト、外野、いろんなポジションを守れることも魅力かと思いますが、このあたりはいかがですか？自分の持ち味である、どこでも守れる、どこでも打てる、そのところをコーチがいつも指導してくださって、練習からしっかりやってます。今日はその成果が出たと思います。バンテリンドーム名古屋でのセパ交流戦は今日で終わりますが、明後日からは北海道千葉でゲームが続きます。それでは残り交流戦に向けての意気込みをそれぞれ伺います。カリセさんからお願いします。まず6試合ですね、全力で勝ちに行きたいと思います。そしてバッテリードームにファンの皆さん、超満員になってくれて応援してください。本当にありがとうございます。続いて北山選手にお話を伺います。交流戦残り6試合です、意気込みをお願いします。火曜日から、1週間遠征に入りますが、一つでも多く勝ってまたバッテリードームに帰ってきますので、皆さんもぜひ北海道千葉に足を運んでください。ありがとうございました。